おはようございます。アメリカから帰ってきて1週間ぐらいなんですが、なんか行ってる間に台風がかなり強烈なのが来たということで、結構こちらの方が被害が、出たようなんですが、まあ、そんな中ですが、今日はうちにとりあえず開催できますので、魚釣りを一日に、釣れなくてもね、釣りなので、楽しんでいただければと思います。僕も久々の、日本での釣りなので、なんかこう、3ポンドとか、ちょっとこう、じいじいやり取りしたいなと思います、ね。今日は僕もあの、湖上に出ますので、ね、なんか、魚弱ったとか、もしなんか困ったことがあったら、ぜひ、声かけていただいて、ケアの方にしますので、気軽に声かけてください。で、あと、おそらく、その台風の後なので、かなり危険な箇所があると思います、はい、おそらくこの後説明はあると思いますが、まあ、岩盤沿いとか、まあ、あとは岩盤沿いじゃなくてもね、普通にこう、オーバーハングの近くとかでもおそらくこう緩んでる場所があると思いますので、とにかく安全にだけは気をつけていただいて、ね、釣りを楽しんでもらえばなと、思います、まあ、簡単ですが、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そしたら、続いて会場となりますテッカボートさんからご挨拶と、ルールの補足というか本日の注意点ですね、お願いいたします。いつもお世話になってます、テッカボートのトシカです。先日の、台風15号に伴いまして亀山湖でも、ダムの中が、ね、火災で、崖崩れ危険箇所が増えてますんで、ちょっとね、この場をお借りしまして、注意喚起と、させてもらいたいと思います。まずですね、東エリア、野村ボート、椿本ボート、オリキサーボート方面というと、藤橋水門の前ですね、崩落があります。あと神社下、数箇所、崩落があります。あと亀山城下、まあ、野村ボートの対岸ですね、ロープを張ってある中ですけど、大規模に崩落が2カ所、3カ所ありますので、まあ、入ってやる人はいないと思いますけど、絶対に入らないように、あと、院下の奥、左側、崩落がここも、2カ所、3カ所あります。あとは井の川、宝生正樹を回り込んだ左側、崩落がありますので気をつけてください。あと、まあ、あの定番なんですけど、オリキサーボートさんの、桟橋の対岸、あの切り立った岩盤ですね、あそこも、大規模に崩落してますんで、注意してください。なおですね、オリキサーボートさんから、上流プールにかけては、だいぶ浅くなってます。今まで、全開できたところ、エレキ当たったりしますんで、その辺ね、十分注意して行かれる方も、デッドスローを心がけてください。続いて、西エリア、時田ボート、松下ボート、センター、頼朝方面ですね。まず、押切沢、立ち木のこうヘアピンになっているところ、こっち側がこう岩盤になっている、切り立った岩盤になっているところがあるんですけど、そこが、2カ所、崩落しています。まあ、通りづらくなっていると思います。いけないことはないです。で、その先ですね、このヘアピン、の立ち木のヘアピンを、通ってストレートになってもう一回ヘアピンした先ですけど、大規模に、もう行く手を阻む、崩落がありますので、そこから先はまあ普通の人は行かないです。無理して行かないでくださいね、崩れますから。まあ、ロープも張ってあると思うんですけど、要はもう押切の滝は幻の滝になったということで、時間がないようにお願いします。あとですね、寺田ですね、センターの対岸、佐川さんの下ですけど、あそこも、大規模に崩落してます。ちょっとロープが張ってあったのが台風で崩れちゃったかもしれない、ちょっと流されちゃったかもしれないんで、まあ、寺田の岩盤には本当近づかないでください。そしたら、その先の、川瀬湾部の中、まあ、見たらもう崩落してるの分かると思うんですけど、あそこも、奥が大規模に崩落してますんで、無理くり、まあ、多くはもう行けないと思うんですけど、パワーセンワンドの、まあ、ワンドの中、釣りするときはもう十分注意してください。
あとですね、下清水からトンネル下にかけて、小規模な崩落が結構ちょろちょろあります。美味しく見えますけど、あんまり近づかないようにお願いします。それとですね、笹川の筋はもうキリがないぐらい崩落してますんで、右側、左側、登っていって右側、左側両方とも崩落してますんで、もう、見慣れてる人はもう全然景色が違うなって思うと思うんですけど、とにかく近づかないで、遠目からのキャストを心がけてください。あと前方道、行くし行くと思いますけど、残念ながら前方道はもう行けなくなりましたんで、前方の入り口がもう崩落してますんで、前方道は諦めてください。その他ですね、もう崩れかかってるところたくさんあります。下が崩れてなくても上の方はもう崩れてるところがありますんで、もうとにかく、切り立った岩盤には、近づかないように、あと切り立ってなくてももう、崩れそうだなっていう根っこが見えてるようなところもありますんで、十分、注意してやってください。あとね、崩落じゃないんですけど、松下さんの橋、押し込め橋の、橋の下っていうんですかね、欄干の下あたりに、50センチぐらいのスルメバチの巣があります。なんで橋の下立ち止まってやってると、蜂に襲われますんで、通過するときは速やかに、通過して十分橋の橋の下は立ち止まらないように、よろしくお願いします。とにかくですね、もう今回の台風で、亀山ダムの中もだいぶ荒れてますんで、各地ね、自己責任の上で、次の、場所ですね、注意してもらって、とにかく切り立った岩盤には近づかないと、そこだけ心がけて、よろしくお願いしたいと思います。事故のないようにお願いします。はい、ありがとうございます。そうしましたら、その他の細かいルールは、皆様、店頭にてですね、大会参加のお申し込みをいただいたときにお渡しした用紙の方、皆様、目を通していただいているかと思いますので、そちらのルールに準じて、大会の方は進めていただきます。今日のキーパーサイズが、25センチじゃなくて今日は20センチになってますので、20センチのバスから、ルインできるようになってますので、3匹の制御の総重量となっておりますので、よろしくお願いいたします。それとですね、松下ボート様からスタートした方は、試着と検量も松下ボートさんの方でできるようになっております。松下ボートさんからスタートした方はこちらで、試着と検量を行うようになってますので、お間違いないようにお願いします。すみませんでした、今日の中2リットル壁上がためですけど、昨日いた感じ結構厳しいですね。厳しくて、あと他にも、ボート屋の大会重なってるんで、だいぶプレッシャーも高いと思うんですけど、そこは頑張って釣ってきていただきたいと思います。位置についてよーいドン。はい、ヒグストで1匹目来ましたよ。小ぶりだけどね、大会中に嬉しい1匹です。
それではですね、これより、記念すべき令和1年目の、青木大輔カップの表彰式と閉会式を始めたいと思います。皆様今日は一日ありがとうございました。お疲れ様です。ですね、本日はどうなんですかね、結構ウェインされている方は割と多く感じられて、で、まあ、サイズがなかなか難しかったなっていう声が結構聞こえたんですけど、一人でね10本とか2桁ぐらい釣ってる方をかなりたくさんお見かけしたので、まあ釣り上げられたバスの総引き数でいうとかなりの数が上がってたのかなと思います。はい、お願いします。それでは第5位はゼッケン31番、皆様3本のウェイト 1360g です。おめでとうございます。積んだよって釣り方を皆さんに発表していただこうと思いますので、少々その場でお待ちください。続いていきます。第4位は、ゼッケン22番の小倉様、3本のウェイトが 1360g です。おめでとうございます。ドルウェイトなんですけども、受付本でドルウェイトの場合は順位が前後するようになってますので、受付の早い小倉様が4位とさせていただいております。さあ続いて、第3位、こっからまた景品がぐっと高価なものに変わってきます。発表します。第3位ゼッケン54番、島田様、3本のウェイト 1380g、 おめでとうございます。おそらくね、2名の方だけがドキドキしていると思いますので、早速発表をしたいと思います。2019青木大輔カップの準優勝、ゼッケン120番、松本様、3本のウェイトが 2300g です。おめでとうございます。はい、準優勝の松本様、おめでとうございます。さすが亀山、強いなって感じですね。昨日僕夜中の1時半ぐらいに沖田ボート来て、車中泊してイベントの開始を待ってたんですけど、1時半に来たら松本様、外にいて、多分飲みに来た帰りだったんですが、こんな遅くまで飲んで、魚釣れんのかなと思ったんですけど、さすがですね、でかい魚を抑えて、はい、おめでとうございます。さあ、それではですね、優勝者を発表したいと思います。2019青木大輔カップの優勝は、ゼッケン12番中村様、3本のウェイト 2960g、 おめでとうございます。おめでとうございます。僕
この記憶が確かなら中村様は青木ですが、2度目の優勝な気がしますね。さあ、そして優勝の方にはですね、このカップはお持ち帰りはちょっとできないんですけど、ピピタボートさんの中にですね、いつも飾らせていただいてるんですけど、毎年優勝者の方のお名前をそこに刻むようにしております。ちょっと多すぎて持ちきれないですね、すいません。まずですね、上位の方には本日ですね、なかなかみんなサイズが上がらないという中で、どうやってイーバスを釣ってきたのか、お聞きしたいと思うんですけども、またまたすいません、すっかり忘れていました。僕、馬場さんに今日のチョーカーを聞いてなかったんで、軽く馬場さんにチョーカーを聞いた後に、インタビューは馬場さんの方にですね、やっていただけますか。はい、お願いいたします。3本で、675g。どうしたんですか、馬場さん今日は。お疲れ様でした。来週の水曜日に、チャプターがあったので、このプラで、いろいろ回ったんですけど、いかんせん、まあ、人が多くて、入りたい場所も入れなかったのが正直なところです。コンディション的にはどうなんですか、今の亀山だと。ちょっと2号にも入ってて、バスが重いように、なんていうんですかね、下手増えてないようなイメージがあったんですけど、やっぱ上流は結構ベイト寄ってたんで、増えてるやつは増えてるかな。やっぱ上流がおそらくキーになってそうですかね、上流の方は。そうですね、はい。その辺をですね、ちょっとね、掘り葉掘り、馬場さんの方に、はい、はい、聞いていただきたいと思いますので、じゃこちらに順位表がありますので、5位の方から紹介していただきたいと思います。皆さんお疲れ様です。まず、前日、プラに行った、仲間の方々がいまして、それで話を聞いたところ、カバーと、少し沈んでるっていう2つのキーワードをいただきました。なので、朝一最初に、水産センターの手前の、レイダウンですね、それを、マイキーストレートの 3.8 の、ライトミニッツの 1.8 のネコリグで、打っていきました。でそこで取れまして、でそれから、林道下をカバーを打っていきながら押切沢方面向かって、で押切沢 の橋の手前ですね、奥側ってないですかねの、カバーで、同じように、今度は1段下2メートルから4メートルのところを行ったら、そこで7本取れました。そうですね。で、まあ、落として、着底したら一回しゃくって、はい、で、ピックアップして、少し移動してっていう刻みながらやっていきました。はい。で、7本釣って。それから、あまり当たりがなくなってしまったので、もう一度最後水産センターの方に行って、同じように、打っていって、2本取れました。結構数はちょうど10本釣れました。はい。結構、昨日も行ってた。昨日は行ってないです。じゃあ、考えながら思い通り釣れてる。そうですね、前日プラ組の人からそのカバーと一段下っていうのを教えていただいたので、まあ、それを信じてやったら結果につながりました。はい、信じ切りました。はい、ありがとうございました。第5位の鈴木さんでした。ボート屋周辺やってたんですけども、朝全然釣れなくて、
5位の方と同じなんですけども、水産センターのレイダウンですね、8時半ぐらいだったと思うんですけども、ここに入って、他社さんで申し訳ないんですけども、はい、OSB のですね、はい、ドライブビーバーの、7g のフリーズですね、はい、それで、入ってすぐ、2本、はい、取るものができて、まあ、ただすごい小さくて、はい、300台ぐらいの2本、はい、釣れました。で、その後、まあもうそのフリーギルの反応がまあいいのかなと思ったので、ちょうどここのボート屋の対岸ですね、対岸の、オーバーハングの下で、10時ぐらいだったと思うんですけども、はい、40ちょいですかね、700グラムぐらいのが、はい、1本釣れて、その後小さいのを1本釣れたぐらいで終わったんですけど、はい、たまたまちょっと700が入ったので、こんな結果になったかなと、はい、この、40、はい、このカバーのそうですね、だいぶ奥の方に投げて、カバーの手前というよりは、そうですね、はい、自分カバーとかやってるバイクとかはい、場所によってはそういう場所もあったかな。まあただそんなに本数釣れてないのでまたまたまだったかなと思うんですけども、はい、ありがとうございます。第4名様でした。次が、40g 差で、島田正人様、センサー経過です。はい、今日最初が北大河の岬で、さあすぐ1本が30センチぐらいのがいったと、はい、そこから鳥の岬とほとんど岬があれば今週5本しか今日やってないんですけど、はい、そこをダウンショットで全部、はい、全部で今日2回も行ってもらってありがとうございます。できていたかどうか、はい、2ヶ月弱ぶりぐらいに、釣りに行って、で夏からですね、だいぶ季節進んでて、まあ、フラットとかそういうところに5メートルぐらいにも魚が溜まってたんですけども、まあ、それを釣っても400ぐらいまでしか戻らなくて、まあ、400、3つ揃えてもなってのもあったんで、まあ、その中で1本でもでかいの入ればいいかなっていうところで、まず上流をメインにした、あとは本湖のフラットとか、まあちょっと本湖のフラットはさやったんですけど、入るところがなくてだったんで、ちょっとみんながやってないような沖の立ち木とかそういうところに、ブルーフラットの 2.7 を落としていくっていう釣りで、ちょこちょこ本湖から堀木沢方面、そっちの方に流していって、1本目釣ったのが、亀山大橋の、左側の立ち木、一番沖に出てる立ち木ですね、ちょっと見えないところなんですけども、そこでフォールさせて400ぐらい
でそこからがちょっとまた厳しくなってしまって、あと残りつったのは全部井の川のちょっと上流中流ぐらいですね。そこの間で、バンク沿いのちょっと新しくできてる崩落とかの、ゴミが絡んでる崩落のバンクに、くっついてる方ですね。木じゃなくてバンクについてる。そこを、スワンプの、ネコイグです。で、あの、キャスティングさんの折からの、リンタロー、あれで、キャッチ、それが多分6本ぐらい、ヘアピン回って以降で、という、そういうところをどん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 打っていったら6本ぐらい。でもサイズがやっぱり450まで。で、まあ、それで一応、揃ったんですけれども、まあそういうウェイトだったんで、あとは一番上流まで行くとまだ水すごい綺麗だったんで、サイトをして、50,400 か、はい、でそれで1本あったからちょっと助かったかなって、それなければ1200、そんなもんだったですね。スイちゃんの一番でかいやつは一番でかいのはサイトですね。見えちゃったそうですね、あとは、待ってみていたんですけども、51ページが実証ということで、特に問題ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。前日から入ってですね、上流の方に魚がたくさんいるということを確認してたんで、上流の方に向かっていきました。なんですけども、椿本さんとあと野村さんが大会やってるっていうことで、ちょっとタイミング外してから入ろうかなということで上がっていきました。で、岩の上島でですね、フィーリングがあって、でそれを取ろうと思ったんですけど、釣り馬の方が入られていたんで、そうですね、ちょっとそこはパスして、で岩の上島の裏側に、ゴミとあとそのブッシュがあったんですけど、そこに、ベローズギルのエビだで、それが、500ぐらいで、それから、ブリキサーボートさんの店前、まあ、シャローがあるんですけど、そこに、台風で流れてきたなんかブッシュとか、はい、あとゴミとかが溜まっていて、でその複合カバーがあるんですけど、そこに、さっきと同じリグを入れると、あれが何だったかな、600グラムぐらいのが取れて、でその時8時ぐらいだったんで、そろそろ上がろうと思って、はい、上がっていったんですけど、あんまり魚いなくて、昨日そうですね、一瞬回ったんですけど、昨日は自分が見えたんですけど、昨日は全然見えない。そうですね、まあタイミング的なものもあるのかなと思ったんですけど、はい、まあ、いなかったんで、でちょうどその時に青木さんが上がられてきて、はい、聞いてるんですけど、あの、まあ、青木さんが来られて、もうちょっとこれ上流ダメだなと思ったんで、はい、下ってですね、その後に、上流より一段下の源之丞、源之丞橋下流の、本湖に向かっていく左側にバスが見えて、はい、それは見えた可能性ですね。で、さっき青木さんもおっしゃってたんですけど、何かこうカバーに絡めたりとか、はい、まあ、ちょっと特殊なっていうか、なんか食わせやすい状況にしないと、はい、まあ、食わないということで、カバーにですね、あ、カバーというか沈み物があって、でそこに、
ノシンガーを絡めて取れたのが1300です。で、その後に、またオリキサーボートさんの店前に戻って、はい、松下のお客さんを見られたんですけど、さっき言ったゴミと、ブッシュが絡んだところに、ヘビダンですね、さっきのエローズギルのヘビダンを入れたら1000、それが1100か。はい、何グラムくらい？5グラムですね。5グラムで打ってすぐ、はい、あ、そうそう、そうですね、やっぱりもぞもぞさせて、で、昨日ババちゃんもやっぱりうまいなと思ったんですけど、すごいやっぱ丁寧にやることは心がけて打ちました。で、ゴミの上に乗せてもぞもぞさせて、ボトムで食うことが多かったですね。サポってないことも結構あったり。そうですね、はい。キーの形は毎回、はい、毎回キーの点で得点を、そうですよね、はい、ちょっと言い忘れてたんですけど、さっきノーシンカー、サイトのノーシンカーで釣れたってことなんですけど、はい、マイティストレートのミミズから取りました、はい、そうですね、今日、大会を運営してくださった、スタッフの皆様と、あと時田ボートさん、それから、皆さん、今日もお疲れかと思いますので、気をつけてお帰りください。今日はありがとうございました。はい、今日の中村です。ありがとうございます。じゃあもうお配りできる景品はラストになります。これはうちのお店から持ってきた商品ですね。ダイワの持ってきたってちゃんと許可を取って持ってきたやつですね。ダイワのタトゥーラ SV8.1 の左。じゃあこれはですね、僕がじゃんけんと言いたいとこなんですけど、本日唯一ですね、もう会社愛が溢れてるキャスティングの帽子を一人だけ被ってるうちの従業員がいますんで、岩月店がね、持ってきた最終兵器の前島君に、はい、じゃんけんしてもらいたいと思いますので、先ほどとルールは一緒ですね。勝ち残りでお願いしたいと思いますので、もう一回だけ皆さんお付き合いください。負けと愛子は負けですね。はい、最初はグーでいきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、チョキの方、残りでお願いします。はい、次いきますよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、グーの方、残りで。結構減ってきましたけど、もう一回いきましょうか。はい、もう一回いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、パーの方、残りで。パーの方、1、7、5。じゃあこれ全員負けた場合はもう一回いきましょうね。はい、そうですね。じゃあ前島さん、はい、全員倒しましょう。はい、いきます。じゃんけんだけは強いもんね。あ、そうですね、いきます。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、チョキの方。チョキの方、 お二人ですかね。今残りがお二人ですね。はい、やりましょうか。もう一回やっちゃいましょうか。いっちゃいますか。いや、もう一回じゃんけんするってことですよ。最初は頼むよ。じゃんけんするってことだよ。はい、いきますね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あっと、全員倒したというかなというかですね。あ、恨まれるな。恨まれるな。イラスキーターって見ますね。クレームはね、前島の方に直接。じゃあもう一回行きましょう。もう一回、そうですね。次は残りが5名ぐらいになった残った方だけで勝負していただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ここで勝ちを決定いたします。はい、それではまた、最初はグーからいかせていただきます。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、パーの方。グー好きだね。そうですね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、グーの方。グーの方減りましたね。どうしますか。グーの方だけで、もう一回だけやってから、じゃあ勝ち残りの方で勝負しましょうか。はい、じゃあもう一回いかせていただきます。最初はグー、じゃんけんぽい。
初期の方。初期の方。お、1、2、3名ですね。よろしいですか。じゃあ3名の方でじゃんけんしていただいて、もう勝った方に差し上げます。もう3人のどなたかにビールをプレゼントしたいと思います。じゃあじゃんけんの掛け声だけ、はい、お願いします。それでは残った3名の方、お手を拝借いたしまして、最初はグー、じゃんけんぽい。お、真ん中の方がグーですか。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、ディスタイル青木大輔カップっぽくディスタイルのシャツ着てる方勝ちました。ありがとうございます。はい、雨がバラバラっと来たところで、ちょうど抽選会とじゃんけん終わりました。皆さんお付き合いありがとうございます。この後ですね、徳田ボート様と、青木プロから一言ずつ、お言葉をいただいて、その後集合写真を撮らせていただいて、本日の青木大輔カップは終了とさせていただきたいと思います。後ほど順位表は前の方にありますので、それではですね、本日会場をお貸しくださった徳田ボート様、一言お願いいたします。皆さんお疲れ様でした。楽しいイベントを、ね、開催してくれてる、キャスティング岩月店の、北目様をはじめスタッフの皆様、あとアメリカ帰りのね、青木プロ、忙しい中ありがとうございました。ちょっとこの場をお借りしましてね、先日の台風の、被害が、亀山の、この地にもね、だいぶありました。そんな中でね、本当亀山に通うアングラの皆さんに、支援物資、復旧のお手伝い等ね、たくさんのご好意と、温かい、ね、お言葉をいただいてね、なんとか、亀山をね、早くこういう形で、営業を再開することができましたことに、この場をお借りしまして、お礼を申し上げます。ありがとうございました。このままね、亀山ダム、まあ、皆さんのね、楽しんでいただける、まあ、ずっとね、釣れるフィールドをね、目指してこれからもね、亀山のね、ボートや一同で、釣れる、環境を守っていきたいと思いますんで、皆さんもね、いろいろと、ご協力願うこともあるかと思いますが、今後とも、亀山ダムの方よろしくお願いします。以上です。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、最後に主催者になります青木プロから皆様に一言お願いいたします。もう何回目でしたっけね。5回ぐらいやってますかね。はい、ということで、台風の、ね、影響でちょっと開催が心配されましたが、まあ、今日1日亀山浮いてみて、まあ、もちろんね、そのまだ危険箇所はあると思うんですが、ね、相変わらず魚もいっぱい釣れますし、釣りの方はね問題なくできるかなと思いますんでね、どんどん亀山の方に皆さんまた引き続き通っていただいて、魚釣りを楽しんでいただければなと思います。まあ、ちょっと雨降ってきちゃいましたけど、あとはね、そのキャスティングさんと、時田ボートさん、さらにスポンサー様ですね、協賛いただいているスポンサー様をはじめ、スタッフの皆さんと、これだけ大きな大会を、毎年やらせていただいているので、ありがとうございますと、お礼申し上げます。そして、優勝した、中村君、ちょっとリナちゃんに会えなくて残念ですが、はい、なかなかね、優勝というのはなかなか難しいもので、僕も、日本と、アメリカといろいろトーナメント出てますが、はい、一番というのは本当に難しいので、ね、来年はリナちゃんに会えるように期待しますので身内ネタで申し訳ないですけど皆さんもじゃあリナちゃんに注目してください。楽しみにしていただきたい。そうですね、楽しみにしてますので、ぜひ来年もまたこの大会をやってほしいなと思ってます。はい、で、まあ、個人的にはですね、引き続き来年もアメリカの方に、チャレンジしたいと思ってます。まあ、今年ちょっとね、エリートシリーズというところに昇格権をね目指してやったんですが、なかなかちょっと届かなくてですね、まあなかなか、アメリカでかくて、選手も強くてですね、結構難しいんですが、まあしばらくは、ずっと続けていこうかなと思ってますんで、その辺の応援もぜひよろしくお願いします。ということで、バサオールスターとか今年もまだ残ってますんでね、ぜひ皆さんそちらの方も足を運んでいただければなと思います。はい、雨降ってきてしまいましたが、無事に終えられてよかったなと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でございます。優勝することが、できました。そうですね、普段、
ワードブルーという、トーナメント団体を、やらせていただいてます。で、年間4戦、ありまして、で、まあ、その1戦ごとにゲストの方をお呼びして、皆さんと、楽しくワイワイさせていただいてます。で、今年は、最終戦が10月の19日に、開催されますので、ぜひ、ここに相手の方がいらっしゃいましたら、ご興味ある方がいらっしゃいましたら、ご参加くださいますようによろしくお願いします。で、まあ、最終戦が、僕のスポンサードをいただいているティースファクトリーさん、ティースファクトリーカップ、豪華な、商品もご用意しておりますので、ぜひ、ご参加ください。よろしくお願いします。まず、竿ですね。竿は青木さんのスーパーフェスリーですね。これ持ってなかったの。あとはレボンのロケット。あれ？あれ？チャンネル登録よろしくお願いします。